か久しぶりだな、カメラ。どうだったあるね。今日は新都内に行きます。その前に花越しない電車に乗って新都内から、さっきの見せたやつも、うん、から長いんだよ。そう、新都内が山でこうなってる、こんな感じ。このシントラのところから、シントラまでここから車で20分ぐらいかな。で、電車で40分ぐらいかけて、この下が六ヶ岬で、この辺、上のところを海まで見て、夕日を見る、夕日を見る作戦。着いたね。これ入場料ここで払えばいいのかな。これはなんていうところ。10ユーロ、1人、多分。行ってみよう。今日なんか気温もちょうどいいね、うん、チケット買うか。20ユーロ、さあ行きましょう。おお、あれ高圧洗浄機で洗ってんだろうな。あ、なんか音が流れるやつ聞いてる。はあ、なんかもうちょい寒いかなと思ったけど全然だね。風もないしね。いつも風が強いんだよね、シントラはね。うん、赤パンサスがほら、うん、まだ最初、もうちょい上に上がったら、ね、うん、多分景色がいいところなの、ここは。そんなことはないでしょ。お、振りが落ちてきた。え、あ、ほんとだ、カシターニョ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 、これが落ちてきた。栗があるんだね、ポルトガルにも。これだ、ほら、カシターニョ。おー、なんか日本みたい。うん、気持ちいいね。これは何、ピンポンとしたのかな。多分ね、これはなんか人いけそうになってる。レイクウォーターホール、アイビール。全然綺麗じゃない。そう、ね、お、あそこにお城が見えてる。これは、これユリ？山ユリかな？野生のユリっぽいね。おう、お、これは、お、シクープ、うん、これ多分あれだ。後ろ来たよ。いいよ別に。ここ見せ場？あ、すごい、あんなとこにも登れるんだ。おう、あそこへ行くべきだね。あそこ行きたいね。うん、あ、本当？うん。ね、セコイアでしょ？うん、
どうなんだろう。すげえ登山だね。うお。虫がいないよね、なんか。うん。台風で落ちたんだね、早く。まだ緑だもんね。これがコルクの木、うん、コルクの木って皮を剥くんだよね、うん、これがコルク。おお。あ、こっからちょっとこの景色が、うん、靴下、私の靴下じゃないんだろうな。ブカブカ、うん、よいしょ。なんかこっちかな。おお。これがメイン。うん。これはいいね。めっちゃ綺麗じゃない？うん、なんかベリンジャーみたい。この道ここ通るからさ、出れたらいいんだけど。ここから出口？胡椒。うん。ジェロニモスのよりもうちょっと。うん。Branca, põe a raça peito. Colhe a raça branca, põe a raça peito.